全国の特命さん、こんばんは。深夜の放送部ことタックです。よろしくお願いします。さあ、そんな今日なんですけど、リスニーさんからこんな DM 来てました。タックさん、こんにちは。こんばんは。最近タックさんの事件を取り扱った動画というのを見ています。この日本でもたくさん残虐な事件が起きてると思うんですけど、最近妊婦切り裂き事件という未解決事件を見ました。あまりにもひどく、同じ人間がやったとは思えません。ぜひ一度調べてみてください。他にも海外で起きた残虐な事件等があったら動画にしてください。お願いします、ということなんですけど、まあ、そうですね、この日本という国は世界的に見ると小さな島国ではあるんですけど、まあ、これまでもサイコパス味のあるような凶悪事件、無差別事件結構起きてますよね。で、まあ、このチャンネルでもこれまでもこういった事件系の動画を上げてきたんですけど、この DM にもあった妊婦のお腹が切り裂かれ胎児が取り出されていたという名古屋妊婦切り裂き事件、こちら未解決の事件があるんですよね。今回こちら当時何が一体行われていたのか、一連の出来事の概要と合わせて、じゃあ海外は一方どうなのか、その場所で起きた史上最悪の事件なんかについても紹介します。今回かなり閲覧注意です。ではまず早速ですね、この事件の概要なんですけど、これは1988年3月18日午後7時40分頃、愛知県名古屋市、結婚3年目を迎える夫婦が住むアパートの一室にて、この家に住んでいた当時27歳の妻が何者かによって殺害され、血だらけで倒れているのを仕事から帰宅した夫が発見したというものでして、当時ですね、彼女は出産を間近に控えた臨月で、予定日の3月13日を5日ほど経過していて、このため夫は日頃から気を使い、仕事先から自宅へ電話をして妻の安全を確認するのが日課となっていたんですね。でこの日も昼の12時過ぎに一度電話をかけ、この時は特に異常はなかったんですが、ただ退社する直前の午後7時前、もう一度電話をかけた時には妻が出ることはありませんでした。まあ、ただ別にこの時は異変というか、電話に出れなかったんだろうなと特別深くは考えず、帰宅は急ぎませんでした。そして家に着いたのは午後7時40分頃。普段施錠されてるはずの玄関のドアが開いていて、部屋の明かりもついてなくて、何か異常な雰囲気が漂っていました。この違和感を感じつつも家に入ると、奥の居間から赤ちゃんの泣き声が聞こえたんですよ。すぐに電気をつけると、そこは辺り一面血の海でした。さらにそこには裂かれたお腹から大量に血を流している妻と、その横にはへその緒が切断され、お腹から取り出された胎児が力なく泣き声を上げていて、その光景は悲惨なものでした。さらにこの事件、お腹の中にこの家のプッシュ式電話機の受話器とキャラクターのキーホルダーなどが詰め込まれていたんですね。すぐに救急車を呼ぼうとしたんですけど、当時携帯電話っていうのが普及していなかった時代で、さらにいつも固定の位置にあるはずの電話もなかったんで、部屋を出て1階の住民のところに行って電話を借りて、午後7時43分に救急車を依頼しました。搬送後妻の死亡を確認されて、ただ赤ちゃんはですね、貧血や低体温症っていうのもあったんですけど、命に別状がなく一命を取り留めたんですね。この死因というのが首を絞められたことによる窒息死、死亡推定時刻は午後3時から午後4時頃の1時間となっています。その後警察の捜査では怨恨や強盗目的での犯行ではないかとして捜査は続けられたんですけど、この時凶器や遺留品も発見されず、さらには指紋すらも全て拭き取られている状態、犯行後念入りに証拠隠滅を図っていたため捜査は難航します。唯一の物的証拠だったのが25センチの靴の足跡、これもですね、流通経路調べられたんですけど、犯人の特定には至ってません。また聞き込みで、事件当日の午後3時頃ですね、現場アパート1階の住民宅に中村さんのところ知りませんかと訪ねてきた不審な男の情報があったりとか、この男30代の身長約165センチ、中肉中背でサラリーマン風の丸顔男性だったと、まあ、そういった証言はあるんですけど、特に進展はありません。その後もですね、アイドリングをした車が駐車場に止まっていたとか、道路沿いの家を伺うようにしていた男がいたとか、こういった目撃情報はあったんですけど、結局犯人につながる有力な情報はなくて、4万人近い人員を動員したんですけど、この事件はですね、2003年の3月18日15年の控訴時効が成立し、未解決事件となっています。まあ、このようにこういった殺人事件であっても、時効が廃止される以前は控訴時効によって捜査が打ち切られています。まあ、つまり犯人というのが今でも平然と生活している可能性があるんですけど、恐ろしすぎますねこの事件。まあ、僕的にもやっぱこの未解決事件の中でも一番残虐だなと感じますね。ただここまで痕跡がないというか、こういった用意周到なところとかを見ると、恨みというよりは未解決事件の中にもいくつかあるんですけど、この殺しをゲーム感覚で行っているような印象を受けますよね。これはですね、日本で起きた事件なんですけど、ただこの日本というのは世界で見るとかなり治安がいいと言われています。ということは、そうですね、日本以外でも聞くに耐えないような事件というのはたくさん起きてます。まあ、ちょっとリクエストにでもあった海外の事件というのを国別にいくつか紹介するんですけど、まず一つ目が中国史上最悪の連続殺人鬼と恐れられた事件です。こちらですね、犯人の男はヤン・シンハイという男。この男1999年から2003年のたった4年間で67件の殺人、23件の強姦、10名を負傷させたというもので、犯行は主に夜の時間帯に農民宅を中心に行われました。そこにいる家族全員を斧やハンマー、シャベルで殺害、そうするとそこで毎回新しい服と靴に履き替えて、犯行に使った凶器や服は処分していました。でこの犯人の経歴なんですけど、もともと武漢から北に300キロぐらい離れた河南省にある村で、ここの貧しい農民の四男として生まれて、17歳で高校を中退すると、その後は出稼ぎ労働
者として国内を転々としていました。そして1988年、20歳の頃とその3年後の91年に起こした窃盗の罪で強制収容所に送られます。で96年には強姦未遂の罪で5年の実刑判決を受けるんですけど、その後99年に釈放になりました。この釈放をきっかけで連続殺人鬼へと変貌していくんですけど、ただこの時のきっかけっていうのが交際していた女性に前科を知られて振られたということでした。出所後ですね、2000年から2003年にかけて河南省や安徽省、山東省、河北省にて合計26件の事件を起こしています。中でも2002年10月に6歳の少女とその父親をシャベルで殺害した後、その家族の母親を強姦。11月には3件の事件で8人を殺害、3名を強姦。12月には2週間で12名を殺害、さらに3名強姦しています。その後指名手配中だった男がですね、2003年の11月、河北省の曹州市というところで娯楽施設を巡回中だった警察によって職務質問されて、それで照合したところ、指名手配中の犯人だったんですね。逮捕後には、人を殺すとまた殺したくなる、被害者である彼らが生きるに値するかどうかを気にしない、社会に出たいという気持ちはないと語っております。まさにサイコパス、身勝手な発言をしてるんですけど、結果当然ですが死刑判決が言い渡されて、その2週間後という速さで執行されています。結果このヤン・シンハイという男、1949年の10月ですね、中華人民共和国の設立以来単独犯としては最も多くの人を殺した連続殺人犯として知られています。次はお隣韓国なんですけど、ここではソウル20人連続殺人事件というものが起きてます。これは2003年から2004年の11ヶ月の間です。ユ・ヨンチョルという男がですね、ソウル市内の各地で裕福な高齢者や風俗店従業員、若い女性たち計20人を殺害したというもので、殺害後何体かの遺体は無残に切断、そのうちいくつかの内臓を食べていたというものなんですけど、この男は過去ですね、父親、そして父親の再婚相手からも虐待を受けて少年時代を過ごしまして、この事件を起こす以前もですね、強盗や窃盗などで前科14犯、11年間ぐらいは刑務所で暮らしています。そんな過去があるこの男なんですけど、1991年21歳の時にですね、風俗嬢の女性と結婚したんですよ。ただおよそ10年後に離婚で、犯行を犯すようになった背景にはこの離婚が関係してると言われてるんですけど、離婚後ですね、それを逆恨みして世の中に対する憎しみであったりとか、女性や富裕層に対して敵対心を抱くようになっていきました。そして2003年、4回にわたって住宅に侵入、8名を殺害。翌年の2004年には露天商の男性を殺害。そして3月から7月には出張マッサージやテレクラで知り合った女性11名を殺害しました。この犯行のやり方というのも極めて異常でして、男性女性金持ちかそうではないか、このような相手の立場状況によって殺害方法が異なっていたんですけど、まず富裕層を狙った犯行では強盗犯と思わせるために偽装工作を行って、怪我をして DNA 鑑定で身元がバレそうになると放火をして、女性マッサージ師の時はですね、刑務所で覚えたパソコン技術で警察官の身分証明を偽造して女性を家に連れ込んだ後に鈍器で撲殺しています。殺害後は証拠をなくすためにノコギリを使ってバラバラに切断。さらになぜこの離婚がきっかけだったかと言われてるかっていうのもですね、元妻と同じ名前だった女性が被害者にいたんですけど、この時の遺体の姿っていうのが顔や性器、お尻までがえぐり取られていたんですよね。遺体は山を行きしながら数回にわたって運んで32箇所に遺体を埋めていました。結果11名の遺体がバラバラになって埋められて、3人の遺体は焼却されていたんですね。さらにですね、捕まった後の証言で、もともと気管支が悪かったんで好奇心で見ていた医学本を参考にして体を良くするために大型の人の臓器を食べていたんですね。なので殺害前に血液型を聞いていたと、そういった独学の治療法があったと証言しています。その後ですね、2005年死刑判決が下って、自分は捕まらなかったら100人以上は殺していただろうとも話しています。でこれが2008年に公開されたチェイサーという映画があるんですけど、この事件が元になってます。ではお次です。北朝鮮、北朝鮮たくさんありますよね。ちょっと一部なんですけど、ちょっと前の2020年8月、平安北道のチョルサン郡というところにあるとある機関の責任者だった男がいたんですけど、彼は金に物を言わせて美女を戦場パーティーで集めて、そこで彼女たちに薬物を与えていたんですよ。やがてその行為に歯止めが効かなくなって、もし薬物を嫌がると次々と殺害するようになったんですね。さらにその遺体をですね、船の上から投げ捨てていたんですよ。でさらにこの事件で犠牲になった正式な数は判明してなくて、一説では30人以上いると言われています。その遺体が水面に上がってきたことで犯行が明るみになって逮捕されるんですけど、以前ですね、この北朝鮮のお国のルールとか紹介したんですけど、もうこれお国のルールとか関係なくヤバい事件で言うと、パクミョンシク事件っていうのがあって、これが1990年ですね、肝硬変を患っていたパクミョンシクっていう男が占い師の言葉を信じて12人を殺害したってもので、彼は日々悪化していく病気に悩んでいたんですけど、ある日助かる方法を教えてくれって言って占い師に聞きに行ったんですけど、するとその占い師が人間の肝臓を食べれば良くなるよっていうことを言うんですよ。彼はその言葉を丸々信じ込んで、15歳の男子学生や20代の女性とか主に若者をターゲットに殺害して、遺体の多くは腹部が激しく損傷していました。結果犠牲者は12人。その後逮捕されたパクは翌年の10月に死刑判決が言わされています。次、治安が悪いでいくとメキシコのイメージも強いんですけど、最近ですよね、去年の12月頃、メキシコ東部のベラクルス州の牧場でお腹を切り裂かれたロサさんという妊婦の遺体が発見されたという事件がありました。彼女は当時ですね、20歳で妊娠8ヶ月だったんですけど、妊娠中に Facebook で知り合ったベ
ロニカという女性に子供服のお下がりを手渡したいと言われて受け取りに行った11月30日から行方不明になったんですね。するとその3日後、自宅から25キロ離れた牧場で腹部から子宮が切り裂かれ赤ちゃんが連れ去られている状態でこのロサさんは見つかります。その後同日には連絡を取っていたベロニカが血まみれの新生児を連れて病院に来ていたことが判明しました。警察はですね、彼女とそのパートナーの男2人を誘拐と殺害の容疑で逮捕しました。この犯行動機なんですけど、この2人の間には子供がなかなかできなくて、ただ彼女は親族に対して妊娠したと妊婦のふりをしてごまかし続けたんですけど、その嘘にも耐えられなくなって犯行に及んで子供を奪おうとしたんですね。とんでもない犯行ですよね。さらに実はここ数年ですね、このメキシコでは女性が狙われる事件というのが非常に増えてて、こちら国際人権 NGO アムネスティインターナショナルさんが出した報告で2021年、メキシコ国内では3700人以上、1日にすると10人の女性が殺害されていると。そのうち1000件がフェミサイドと言われているジェンダー、いわゆる性別を理由に女性を標的とした殺人というのが起こってるんですよね。実際に3月8日国際女性デーにはですね、2020年8万人がデモ行進を行って政府に暴力を撲滅しようと訴えかける運動を行われてるんですけど、大きな社会問題にもなってます。で、これ政府としても法整備は少しずつ行ってるんですけど、性暴力アラートっつって、州全体の件数を把握して多いところには警官を配置したりとか事件後の調査をするといった対策はしてるんですけど、まだまだこの警戒意識が低くて効果が得られていないというのが現状です。ちょっと最後にイングランドで起きた事件なんですけど、これが1964年から91年、フレデリック・ウェストという男が妻のローズと共にですね、自分たちの娘やイギリスで有名な小説家の娘、若い女性など12人を殺害して遺体を自宅の庭とかに埋めたとされている連続殺人事件。事件後その残虐性からこの家は恐怖の館と呼ばれるようになりました。というのも彼ら2人もまた複雑な家庭環境で育ってて、フレデリックの父親は娘を犯すのは父親の特権と言い張って実の娘に性的虐待をしていました。さらにそれが当たり前になっていて、この家庭では近親相姦が普通なことだという認識になっていました。で、彼自身も母親と行為に及んで19歳の時にですね、当時13歳だった妹を妊娠させています。またローズも同じく子供の頃は父親の家庭内暴力がひどくて父親に気に入られるために近親相姦を受け入れていたんですけど、そのように似た環境で育った2人がやがて結婚、共通してですねかなり偏った性的思考があったんですよ。家の地下室には SM プレイ用のボンデージグッズとか拘束器具が常備されていたんですけど、2人はこの家を下宿として使っていて、そこに泊まりに来た18歳や19歳の女性であったりとか、ドライブ中に誘拐した女性、綺麗な女性を拉致監禁、そして性的暴行、その後は殺害するといった強姦殺人を繰り返していたんですね。殺害後は家の裏にはバスルームの下、地下室といった場所に遺体を埋めていました。その後1994年に2人は逮捕されて、フレデリックは翌年の1月、拘置所で首を吊って自殺、ローズは11月に終身刑が言わされています。この館を題材としたドラマの演出とかって結構多かったりしますよね。はい、というわけで今回世界で起きた事件について紹介したんですけど、こういった猟奇的な殺人犯の場合って、先天性なもので元からサイコパスだったみたいなイメージも多いんですけど、やはりこうやっぱ見ていくと育ってきた環境とかの方が関係してくるのかなと思いますね。もちろん全てが影響するわけではないと思うんですけど、子供の頃に家庭というコミュニティの中で何が行われていたのか、どこが当たり前になってるのかっていうのも結構大事になってくるのかなと思いますね。ということで今日は以上です。ぜひ皆さんの意見もお聞かせください。本日も最後までご視聴ありがとうございました。おやすみなさい。